豊田市の明治用水頭首工です。取水口のある右岸側では水位を上げて取水口から直接水を取り込むために矢板と呼ばれる鉄板を埋め込む工事が行われてきました。東海農政局は今日の会見でこの工事が今日中に終了する見込みで、明日から水位を上げて取水口から水を取り込み始めることを明らかにしました。24日からは取水口とポンプから合わせて毎秒およそ13トンの水を安定的に取水できるとしています。ただ平年並みの取水量、毎秒およそ20トンには届いていません。この点について東海農政局は、穴の周辺を囲う工事が完了すれば川全体の水位が上がり、毎秒およそ20トンの水を確保できるとしています。穴の周辺の工事は来月下旬ごろ完了する予定です。